コマドリは、長甲スズメ目ヒタキカコマドリ属に分類される、蝶類。全長13.5から14.5センチメートル。体重13から20グラム。くちばしの色彩は黒い。甲子の色彩は薄橙色。幼鳥は、くちばしの基部から甲角にかけて、黄色みを帯びる。オスは、頭部から上胸にかけての歯衣が大々がかった、赤葛色。 体上面の羽衣やお歯、翼は大々褐色。メスは頭部から上胸、上面が大々褐色。下胸から腹部にかけての羽衣が灰色で、上胸と下胸の色彩の境目が不明瞭。本種と赤ひげの種小名は和名から取られているが、登録の際に取り違えられたと考えられており、小マドりが L 赤ひげ、赤ひげが L 小マドりと、 互い違いになっている。亜黄山帯の渓谷や斜面にある笹などの下草が生い茂った新葉樹林や根光林、亜種、種子間取りは小葉樹林にも生息する。植生は動物食で主に昆虫を食べる。低木の木の枝や地表で獲物を捕食する。繁殖形態は乱生。崖の下など目立たない場所に木の枝や葉を使って巣を作る。 三から五個の卵を産む。放卵期間は十二から十四日で、メスが放卵する。ヒナは十二から十四日で巣立つ。十一に、拓卵の対象とされることもある。ヒンからからとさえずる。さえずりが、馬の稲鳴きのように聞こえることが、和名の由来である。ウグイスや、オールリと共に、日本三名城の一つとされる。開発による、生息地の破壊。 人為的に移入された日本イタチによる捕食などにより生息数は減少している。ありがとうございます。